がとうございます。今日はなんかいつもよりはちょっと盛り上がってる感じの D ステージでございますが、ここからのコーナーはお客様と遊びましょうということで、いろんなねマスコットの対決とか、この後先ほど水野さんの方からもありましたけれども、交流戦で、いろんなマスコットをチアが来てくれますので、このコーナーでねまたちょっと対決などで楽しみたいと思いますが、今日はですね特にゲストはおりませんので、今日ですね、ね、そこにあの府警さん完備ということでね、南さんの母とかね、かなっぺさんの母来てくれておりますけれども、今日はね、新しく今年から、チアドラゴンズに加わった1年生のメンバーをねちょっとここのコーナーで紹介したいと思います。さっきからですねめちゃくちゃ緊張してもう固まってますけども、今日2人登場してもらおうと思います。それでは拍手でお迎えください。斉藤舞子ちゃんと古田真央ちゃんです。どうぞ。はい、隠れない、前来てください、前来てください、前来てください。はい、じゃあまずね、ちょっとプロフィール紹介したいと思います。まず、斉藤舞子ちゃん手を挙げてください。舞子ちゃん、ですね、実は小学校から高校まで吹奏楽部だったそうです。どうでもいい情報です。そして、弟が1名。マイブームがマッサージということなんですけど、どっか凝ってるんでしょうか。マッサージということなんですが、好きな歌手、浜崎あゆみさん、好きなタレント、吉高由里子さんがそうですという舞子ちゃんです。拍手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 。はい、そしてお隣、古田真央ちゃん。真央ちゃんといえばですね、リーダー真央ちゃんなもんですから、皆さんに古田真央で玉尾ちゃんと呼ばれております。僕ずっとこの間まで玉尾ちゃんの本名だと思ってましたけども、中学の時はバレーボールやってたそうです。この身長なのでセッターですか。はい、はい、そうですということでした。どうでもいい情報でございます。そして、兄弟が弟1名。マイブームが炊飯器って書いてあるんですけど、なんかケーキか何か作るんですね。ケーキ作りだそうです。好きな歌手、倖田來未さん、好きなタレントさん、沢尻エリカさんということで、結構ね、沢尻エリカさんといえば僕最初そんなイメージがあったんですけど、最近ずいぶん崩れましたけどね。はい、という2人にですね今から対決をしてもらおうと思うんですが、お客様と遊びましょうということなので、今からのジャッジは全てお客様にお願いしたいと思います。3つの、ね、ゲームで対決してもらいますので、まずはい待ってください。1個ずつ